ガーズファーストテイクやっていきます。今日はオーサムシティクラブ忘れなやっていこうと思います。1 2 3 4例えば今君がその瞳に濡らしたとしても呼ぶ声も聞こえない絵の具を溶かすように君との日々は記憶の中にじんでく何かを「シティクラブの忘れな」この曲はですね、歌がやっぱりですね、すごい聞き込みがしっかり聞き込まないとちょっと歌えないというような曲ですけど、あのコードは結構シンプルなんですけど、まあおしゃれなコードも入ってますけれどもです、はい、ぜひガズレレ YouTube でこのレッスン動画公開されてます。概要欄に貼っとくんで、ぜひこの春のね日差しの中、この曲素敵ですよ。歌詞の中にも登場します。春の風を待つ花のようにということで、まあ今もうまさに春になったなと。ここ最近急に、今日は4月1日ですけれどもですね、急に春になりましたと。そんな時に歌いたい曲、ぜひ皆さん歌ってみてください。さあ、ガズレレはですね、どんな方でも音楽やってください、楽しいよ、すぐ簡単にできるよということで、日々簡単レッスン動画公開してるんですけど、始めたい方、概要欄にレッスンどうやってやってないかっていうのが分かるね、ところ貼っとくんで、それでやってみてもらって、ちょっとこれからですね、初心者さんでもできるバージョンを、初心者簡単バージョンをゆっくりやりたいと思います。これからやる演奏だとですね、本当にすぐ、初心者さんもできるような、簡単コードばっかりになってますので、ぜひこれもちょっとやってみてください。じゃあ早速ですけど、ゆっくりめでやってみようと思います。忘れな初心者さん向け超簡単アレンジバージョン、やってみる。してたとしても呼ぶ声も聞こえない絵の具を溶かすように
飾らない心でいられたら触れられなくても思いはずらっても忘れないよこの簡単コード、ガズレレ必須コードと呼ばれる入門コードだけで、やったバージョンだったんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9個の入門コード、まあ、9個結構多いですけど、まあでもね、ガズレレでやったらすぐできると思いますね。はい、どっちにしろこのレッスン動画、こっちも簡単バージョンとかっこいいバージョンのレッスン動画が公開されてますんで、概要欄に貼っとくレッスン動画も見てやってみてください。ということで、本日もこのガズファーストテイク、本当にカメラのシャッターを一回、シャッターじゃないな、なんていうの、録画ボタンを一回押しただけで、本当にこう、ピュアな一発撮りでですね、この演奏のこの瞬間をキュッとこう、パッケージして、皆さんにこうシェアできたらいいかなと思うんですけど、まあまあ、こんな感じで皆さんのね、大好きな居場所で、自分の大好きな曲をこう心込めてこう弾く、こんなね豊かな時間皆さん本当に手に入れてください。ガズレレだとですねもう本当にいろんな曲のレッスン動画もありますし、きっと皆さんの好きな曲もあると思います。そしてですねこの今、ご覧いただいているガズファーストテイク、再生リストを作ってます。こんな感じでね、ラフに本当にこう心赴くままに弾いているガズのね様子、もし見たい方概要欄にね他の曲のその再生リストもガズファーストテイクの他の動画見てみてください。そしてこの本がですね、この4月26日に、出版されます。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本。弾き語りとかやる上でもうこういうこと知っといた方がいいですよ。で、あとはこういう音楽を奏でる時のこう心持ちみたいなのもね、すごく触れております。ただいま予約受付中、概要欄に予約受付できるところ貼っときます。で、あとこのね、本の出版記念イベントが、あとね、今日の時点で、あと、残り8名様、無料イベントです。東京目黒で5月11日に開催ですんで、あとちょっと残席少ないんで、もしどうしようかなと思ってる方、急いでください。概要欄にこっちのね、入場無料の出版記念イベント、ウクレレ持ってきてね、大セッション大会する予定でございます。もう貼っときますんで、概要欄もチェックしてみてください。そんなことでですね、新しい年度になってですね、なんか新しいこと始めようかなと思ってる方にも、本当ウクレレ、ガズレレでウクレレ始めるのをおすすめしたいですし、周りの方にもぜひね、皆さん、ガズレレ面白いって感じで、なんか新しく出会った方とかにお伝えしていただいて、一緒にセッションすると素敵だと思います。ぜひともよろしくお願いします。では今日のガズファーストテイクこちらで終わります。素晴らしい春の日差しの中音楽やっていきましょう。はい、バイバイ。